皆さんこんにちは、ピオユナです。本日はコストコで購入したオキシクリーンを使って洗濯槽の掃除をしていきたいと思います。このオキシクリーンは 5.26kg が入って2268円で売られていました。ちょっと開けにくかったです。開けてみると中身はこんな風に袋に入っていて、付属の計量カップも入っています。はい、そしてもう一つ、浮き上がってきた汚れを取るためにダイソーでお風呂ネットワイドというのを買いました。それではやっていきます。あらかじめこのゴミ取りネットの部分は外しておきます。そして最大量まで水を入れていってください。その後でオキシクリーンが働きやすい50度ぐらいにするために私は沸かしたお湯を入れました。10リッターにつき付属の計量カップすり切り1杯なので、今回はすり切り6杯入れていきます。入れていくとこんな感じでちょっとね、白く濁ってきます。はい、オキシクリーンを入れましたら洗濯機を洗いだけで1回回していきます。はい、11分の洗いが終わりましたらこんな感じです。かなり泡立って見えにくいんですが、ゴミがね、たくさん浮き上がっているのが見えます。ちょっと泡をのかしながらすくってみます。はい、こんな感じで浮き上がってきた汚れをすくっていきます。汚いですね。徐々に泡が落ち着いてきたんですが、汚れがね、無限に取れてくるので、ちょっと根気強く何度も何度も繰り返しすくっていきます。はい、そしたら洗い2回目です。洗い終えて蓋を開けるとさっき落ち着いてた泡がまた復活してかなり泡立っています。これをのかしながらまたゴミをすくっていきます。心なしかね、1回目より泡立ちが激しい気がするんですが、まあ、また泡をのかしながら根気強くすくっていきます。なんかゴミを見るとね、1回目より大きいゴミが取れている感じがして、ネットを入れてすくうたびにどんどん汚れが取れます。まあ気持ち悪いけど気持ちいいみたいな感じですね。はい、何回もすくっていきます。なんかもうね、無限に取れるんじゃないかってぐらい取れるんですが、頑張ってすくい続けていると随分落ち着きます。そしてこのまま2時間放置をします。放置している間に一番最初に外しておいたゴミ取りネットをね、丁寧に洗っていきます。結構ホコリとかも毎回取っててもかなり汚れてました。はい、2時間が経ちました。見てみるとこんな感じで特に変化がないんですが、このままいつも通り洗濯をしていきます。はい、脱水まで終わって、ちょっとね、汚れがそこに張り付いてしまっているので拭いていこうと思います。かなり汚れがついています。綺麗に拭き取れたら2回目洗濯回していきます。さっきと同じように洗いすすぎ脱水なんですが、今回は脱水前に一度止めて汚れをすくっていきたいと思います。はい、こんな風に水に浮かび上がった汚れをすくっていきます。かなりね、すくい続けてだいぶ取れてきました。はい、脱水割るとこんな感じで結構ね、綺麗になっています。3回目回します。2回目と同様に脱水前に止めて汚れをすくっていきます。1回目2回目と比べると出てくる汚れがね、だいぶ少なくなってきています。
これをね丁寧にすくっていきたいと思います。あと少しかな。最後まで根気強く取り除いていってください。はい、汚れを取り除いて脱水まで回すとパカッ、お、綺麗ですね。いい感じです。最後にゴミ取りネットを取り付けて掃除完了です。こんなにたくさんの赤が取れました。こんなものが潜んだ洗濯槽で子供の服や自分たちの衣類を洗っていたと思うとゾッとします。これからはねサボらずに定期的に掃除をしていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。以上、ぴよよなでした。バイバーイ。